はい、ちゃちゃっとペットボトルホルダーを作ろうかと思います。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、昨日はね、あのガマ口の訂正なんですけれど、まだまだ、まあそう、まあもうちょっとかかるので、その前にちょっと違うものを1個作ろうかなと思いまして、で、昨日ちょろっと言ったんですけれども、ペットボトルホルダーをちゃちゃっと作ってみようじゃないかと。で、これこの糸なんですけど、ダイソーさんで買った糸かな。ダイソーさんで綿のコットンの太めの糸ですね。太い糸で、で一応私今回8号針で編んでおります。これだったら綿だから、まあペットボトルのね、外側についた水滴も吸い取るし、まあ柔らかいし洗濯もできるしという、そういうことで、これを使って編んでいこうかなと思います。で、今ここまで編んでおきました。で、何を編んだかというと、普通、もうここはもういつものごとくなので、もっと説明省略レベルだなと思ったので先に作ったんですけれど、まあ、コマ、輪から始めて、細編み6目でスタートしまして、で、1つの目に対して、細編み2目の増し目ですね。だから、増し目が6回で12目になりました。で、次は1個目は細編み1目。2個目に細編み2目の増し目。2の時に増し目ですね。だから1、2、1、2、1、2って言って2目目のところで増し目をまた1周しました。で、次も同じですね。今度は1、2、3目目のところで増し目。1、2、3目目で増し目。1、2、3目目で増し目をぐるっと1周。で、次4目目って、いつもだったら1、2、3、4のとこで増し目ってやってたんですけれど、あまりにもこの増し目のとこ集中すると、六角形にちょっと角張ってくるので、ちょっとだけその角張りを軟化させようと思いまして、今度は2の時に1回、増し目して、ここからスタートですね。1,2,3,4 の時に増し目、1,2,3,4 の時に増し目って言ってぐるーっと回っていって、なので、最後 1,2 普通に細編み1個、細編み1個って編んで終わり。ここが 1,2,3 で4目目のとこに増し目が来てるような、そういう形に見えるように編んであります。で、その後何をしたかというと、一目立ち上がって筋編みですね。上半目だけを取って、増し目なしで1段編みました。で、その結果、筋編みなので線ができていて、なおかつ、増し目なしなので、こうギュッと立ち上がってきております。とりあえず模様編みをね、今こうね、昨日からちらっと見てたと思うんですけど、考えてた、うんうんって考えてたんですけれど、それにをやる前にちょっとだけ、何段ぐらいかな、ちょっと今黄色がねこのぐらいなんですよ。今赤っていうかピンクと白、このぐらい、まあ余り、要するに余り、我が家の余り糸なんですけれど、まあこの糸が続くぐらいで済んでほしいなという願いを込めながら編んでおります。とりあえずとりあえず5段ぐらいかな。5段ぐらいは普通に、増し目なし、増減なしで、増減なしの細編みを5段、これ入れてですね、これ 1段もう終わってるっていうふうに数えると、今2段目編んでるので、あと今2段目編んでるので、あとは3段プラスして見ようかなと思っております。これで今4段目まで編みまして、糸少なくなっております。5段目で本当に終わっちゃうかもしれない。5段目で終わりそうですね。6段目多分編めるかな。ちょっとね、これ今のペットボトルって500ミリリットルじゃなくて、これ600ミリリットルだったんですよ。なんかどんどん太くなってってる気がするので、気持ちこう太めに編んでおります。全然 OK。 6段目いっております。今6段目編んでおります。糸が間に合えばいいなと。はい、これで6段目終わりました。6段終わったんですよ。で、ここから模様編みの方に糸を変えて入っていきたいと思います。白入れようかな。最後の1目で
白に糸替えをしたいかなと思います。この状態で1目鎖編みをしたら筋編みしようかな。筋編みをして細編みで1段編んでいこうかなと思います。そしたら黄色い線がちょっと模様っぽく見えるかな。はい、1段筋編みで編みまして、でここから模様編みに行こうと思います。で、まず、まあ、下ごしらえじゃない、下準備として鎖編み3目で立ち上がって長編みをですね30目ですね、ぐるっと、だからあと29目か28、20、こういう感じで長編みをベロロロンと編んでいこうと思います。中に入るのはペットボトルなんで、そんなに目が詰まってる必要もないだろうなと思っているので、思いっきりこう距離を稼ぐような編み方をしていこうかなと。でも大変、もうこれ下の段ボール見えてきたんですけど早いよ、なくなるの早いよ。もしかするとこのまんま、また100円ショップに行って糸追加して買わないと間に合わなくなるかもしれないなと思っております。はい、ここで鎖1に3目拾って引き抜き編みしました。でここからですね、ここから、はい、鎖編み1つして、まずここで細編み1つ編みます。で上からかな、上のこの細編みの足をですね前から拾って細編みしたいなと。で次はなんと後ろからニョンと出て、後ろから拾って細編み、後ろから拾って細編み、もう一個が後ろから拾って細編みを3つして、で普通に細編みみたいな、なんか謎な模様ができてくると思うんですけど、でまた普通に細編みをしたので、次前から足拾って細編み、後ろから普通に細編みという、これクリックちょっと結局これが6回繰り返されるのかな。これで、はい、最後の細編みのとこに引き抜き編み、ちょっとしたポコッとした模様ですね、ちょっとしたね。でまたこれで1、2、3目編んで、また普通によいしょ長編みをしていきたいかなと。これで30目編んだので、また1、2、3目目のところをブスッとね。でもう糸なくなりそう。もう糸なくなりそうだな。早いな。これだとちっちゃいペットボトルですよね。大きさ的にね。普通に細編み一つして、前から細編み、はい、後ろから引き上げ編みを3回で普通に細編みで、また前から、まあ、これはこれでいいんじゃないかなと思うんですが、本当に糸ないっていうか、この 2段3段で終わってしまう、この結局長編みの段2段分しかできない気がするので、糸替えに行かなきゃダメかな。ちょっと喉の調子がね戻ってきています。よかったよかった。いや本当にね、ガラ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 って最初焼き鳥終わって、次の日ぐらいはもう本当に声出なくて、先週末休んで復活したので今大慌てで撮影中でございます。これでどこまでよ、まあやっと半分いくかいかないかぐらいですね。ここまでにして、ここはキュッと引き絞ってこれでねキュキュッとしようかなと思っているので、金具でこのぐらいかな。
今日何とも言えねポコポコをねこう飲むときに引っかく指に引っかかってこうこう結構太いペットボトルでも飲みやすいんじゃないかなと思ってちょっとこんな模様にしてみました。はい、じゃあちょっとこれから私まだねピンク残ってるんですけど気分的にはこのままちょい白でいって黄色で終わりたいなという気もするしどうしようと思っているのでちょっとこれから100円ショップ行ってまた新しい糸をこれと同じ糸をね買ってこようかなとも思っております。あればいいけどね100円ショップの糸すぐね売り切れたり在庫だけですってなっちゃうので油断ならんのですけれどもちょっと行ってこようかなと思います。だから今日の撮影はここまで。はい、それではまた明日。明日はこのペットボトル完成させることができるんじゃないかと思います。はい、それではまた明日。じゃあ